高橋光雄さん、はい、公明党の高橋光雄です。本日も質問の機会をいただきありがとうございます。私まず和牛肥育農家支援についてお伺いしたいと思います。コロナ禍により和牛とりわけ、高級ブランド牛、私の地元兵庫でも田島牛、神戸ビーフの枝肉価格が影響を受けています。お配りした配布資料1をご覧ください。これは本年4月以降のブランド牛の枝肉価格と肉用牛肥育経営安定交付金、いわゆる牛丸金の交付額、そして1頭当たりの実質負担額の推移を示したものです。まず枝肉価格につきましては4月以降いずれの和牛も持ち直しつつありますが、田島牛の半年間の回復割合、これは 127%、 4月と10月の価格を比較したものでございますが、これは和牛の東京市場価格 132%、 また他のブランド牛、仙台牛 131%、 飛騨牛132% と比べても低い水準にあります。一方、国は4月から、牛丸金事業の生産者負担金を実質免除していただいております。ただ田島牛も1頭当たり全国、最高額の9万5000円を免除していただいているところであり、これは大変ありがたく思っております。しかしながらそれでも、農家には依然多額の負担額が生じています。直近9月も約15万6000円の、この負担が生じておるところでございまして、他のブランド牛と比較してもその赤字額は顕著となっています。生産者の積立金自体もすでに枯渇しており、このままの状態が続けば肥育農家の減少も避けられない危機に直面していると思います。もちろん国は他にも贈答奨励金やさまざまな需要喚起策などの支援を行っていただいているところでございます。一方、コロナの先行きが見通せない中、こうしたブランド仕事の実態を踏まえたきめ細やかな支援が今後極めて重要になると考えます。つきましてはぜひ田島牛のように厳しい環境に依然としてある和牛生産者への支援を国としても最大限継続していただくようお願いいたします。少なくとも当面の間は生産者負担金の納付免除期間を延長すべきだと思います。もし仮に免除がなくなるような事態になれば、田島氏などは大打撃を受けます。そのような場合でも全国一律で免除にするというようなことではなくて、産地の実情に応じた柔軟な扱いをしていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。野上大臣。牛丸金の生産者負担金の納付猶予につきましては、当面6ヶ月ですね、すなわち、4月から9月まで行うこととしておりましたが、肥育農家の資金繰りの観点、今先生ご指摘の観点とともあって10月以降も延長することといたしております。このような中で最近の牛肉の枝肉価格は10月には昨年とほぼ同じ水準まで回復しておりますし、肥育農家の資金繰りは改善しつつあると考えられますが、実際に公示価格も1頭当たり80万円ほどまで上昇している状況であります。このような状況のために牛丸金の生産者負担金につきましては納付再開を視野に入れて検討を始めているところでありますが、各都道府県の状況もありますので、各都道府県のご意見を聴取した上でですね、納付を再開する具体的な条件等については検討を行ってまいりたいと考えております。高橋光雄さん、はい、ありがとうございます。まさにそうした各都道府県の実情をよくよく踏まえたご対応よろしくお願いいたします。特に田島氏はこの9万5000なくなると25万円になります。今購買意欲がこの更新については伸びているというような話今日もありましたけれども、1頭80万円する中で25万円負担しないといけないというようなことになればですね、これは大きな負担になりますので、そうした贈答意欲というものをそぎかねないということを、こうした状況をしっかりと政府としてもフォローしていただいた上でのご対応をぜひともよろしくお願いいたします。そして私この田島牛についてご紹介したのは単に地元の牛だからという理由だけではございません。兵庫三方地域の田島牛システムというのは平成31年の2月畜産分野で日本初の農業遺産に認定されました。これは全国に先駆けた牛籍簿、牛の戸籍簿の整備や三方郡という限られた郡内産にこだわって和牛改良を行うことで独自の遺伝資源を保全するなど全国有数のシステムが評価されたものです。この取り組みは
人と牛が共生する但馬牛の飼育システムとして、昨年10月世界農業遺産認定に向けて FAO へ申請がなされたところです。政府にはぜひコロナ禍にあっても我が国が世界に誇る但馬牛のようなこのブランド牛、こうしたものをしっかりと時代に継承していくためにも世界農業遺産の早期認定に向けた働きかけの加速化や、こうした高級ブランド牛の魅力、歴史を国内外に発信し輸出促進等に向けた一層の支援をお願いしたいと思いますが、取り組み状況並びに支援方針につきご答弁願います。熊野大臣政務官。お答えいたします。ご質問の兵庫三方地域における但馬牛飼育システムにつきましては、昨年2月に日本農業遺産として認定されるとともに世界農業遺産の申請承認がなされ、委員ご指摘のように昨年10月に国連食糧農業機関 FAO に申請を行ったところでございます。 FAO からは牛舎規模などの知識システムは高く評価されているものの、畜産と水田農業との関係性を関連性を明らかにすべき等の指摘があり、現在継続審査中となっております。引き続き世界農業遺産への認定に向け FAO からの指摘に対し申請地域とも連携をして迅速かつ適切に対応してまいります。高橋光雄さん。ありがとうございます。引き続きご対応よろしくお願いします。そうした、ブランド牛の、こうしたものというものはまさに政府の最近の5兆円輸出戦略におきましても和牛がこの重点品目とされたようにですね、しっかりとこの和牛肥育農家が、このコロナ禍に負けないようにこの支援をしていただく必要がございます。生産基盤を強固にしていく、さまざまな支援すでにやっていただいているところでもございます。畜産クラスター事業、強い農業づくり交付金等、こうした予算しっかり確保していただいて来年以降も継続していただくことをよろしくお願いいたします。続きまして鳥インフルエンザ対策についてお伺いしたいと思います。先月香川での1例目の発生以降、福岡、兵庫、宮崎、奈良、広島などで発生しており、急速にこの感染が全国的に拡大しているところでございます。対応に当たられている関係者の皆様には深く感謝を申し上げたいと思います。公明党としましても先週2日野上大臣に緊急対策の申し入れを行ったところです。すでに発生した地域においてはまずは被災農家への支援、すなわち手当金や補助基金等の支給、風評被害対策、鶏卵鶏肉の輸出再開等に向けた支援、これはしっかりと行っていただきたいと思います。同時に対応に当たっている自治体職員等への心身のケアも支援願います。また今後さらなる全国的な拡大の可能性に備え、早期通報の徹底に加え自治体間での経験の共有などしかるべく行っていただきたいと思います。特に経験の共有は今年は福岡、兵庫、広島などこれまで未発生の県で発生していることからも重要かと思います。大臣自身も今年10月そうした都道府県の関係者、関係団体向けの会合に参加された。この鳥インフルエンザも含むですね、防疫対策についてそうした会議を行われたというふうに思いますが、書面の通知のみならず、そうした会議を改めて行うとか、今年の事態を踏まえましてこの防疫演習といったようなものを実施していただくことも必要かと考えます。つきましては政府の最新の対応状況並び対処方針についてお伺いします。野上大臣。今シーズンの高病原性鳥インフルエンザの発生につきましては、すでにこれで国内19例目の発生となっております。先週の段階でですね、殺処分した鳥の総羽数は200万羽を超えておりますので、これは2003年以降で最大となるということでありまして、大変厳しい状況が続いていると認識をしております。で、このような中で、先週の12月2日に、公明党鳥インフルエンザ対策本部農林水産部会の先生方にもですね、農水省にお越しをいただきまして、率直に意見交換をさせていただきました。その緊急申し出も踏まえまして、早期通報を含む使用衛生管理の徹底、これ引き続き指導してまいりたいと思いますし、経営支援対策の収支徹底など、これ高い緊張感を持って対応してまいりたいと思います。また昨日ですね、貿易対策本部においては、各都道府県から、確実に各農場の使用衛生管理者に連絡を取って、それから
使用衛生管理の実習点検を実施してもらった上で、その内容について各都道府県から報告を求めるようにですね、緊急指示を行ったところであります。何よりも迅速な使用衛生管理の対応が必要なわけでありますが、これまで発生した件にですね、専門家職員等とも派遣をしております。物的人的支援も行っておりますので、これまでさまざまな得られた情報経験につきましては、適切に各県とも共有できるようにですね、取り組んでまいりたいと考えております。高橋光雄さん、ありがとうございます。今回の鳥インフルエンザの発生地域の特徴として、ため池の多さが指摘されているところでございます。実際私の地元兵庫は渡り鳥が集まりやすいため池が24,000箇所、これ全国最多です。広島が第2位、また香川も第3位の多さとなっています。11月24日付の家禽疾病症委員会の緊急提言におきましては、ため池等の地理的条件から野鳥の集団が持ち込んだウイルス量が環境中に高まっていることなどが想定されると指摘されています。こうしたことから兵庫県でも発生しました淡路市のみならず、本州サイドにおきましても JA や全農さんが中心となって、鶏舎周辺の消毒や金網防鳥ネットの設置などが行われているところでございます。そしてこうした防疫対策は提言でも指摘されていますように、発生農場周囲の主要道路に加えまして、ため池周辺の消毒や野鳥対策なども含めた広範囲にわたる地域一体となった取り組みが求められているところでございまして、国としても県の自主的積極的な対策を最大限支援していくべきかと思います。つきましては、そのための必要な予算しっかり確保するとともに、県独自の事業に対する特別交付税措置も含め万全の支援を行っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。熊野政務官。お答えいたします。委員もご指摘いただきましたが、11月24日家禽疾病症委員会の専門家の皆様に ご議論いただきまして、香川県の三豊市で続発状況を踏まえまして、地域における消毒等ウイルス量を下げるための取り組みについて、地域の関係者住民が一体となって実施していくとともに、引き続きウイルスを農場に侵入させないための取り組みを実施していくことが緊急提言をされたところでございます。農林水産省としては、野鳥などにより農場へのウイルスの侵入防止に必要な防鳥ネットや人車両に対する動力噴霧器の整備、さらにため池や周辺の緊急消毒について、消費安全対策交付金等により支援をしているところでございます。また、消費安全対策交付金等の地方負担分につきましては、関連して地方団体が、あるいはまた関連して地方団体が実施する単独事業につきましては、特別交付税措置が講じられているところでありまして、引き続き所管する総務省とも連携をして対応してまいりたいと考えております。高橋光雄さん、ありがとうございます。初めて経験している県などにおきましては、国がこうした措置を取れるといったようなことは、なかなかまだ周知されていないような実態もあろうかと思いますので、引き続き国としてご対応のほどよろしくお願いいたします。続いて、CSF トンコレラ対策について、ワクチンの接種体制および手数料についてお伺いしていきたいと思います。現在、豚熱の予防的ワクチンの接種は家畜伝染病予防法に基づき、都府県の職員で、獣医師でもある家畜防疫員が行っています。しかしながら、各農場において繁殖豚等は6ヶ月間隔、肥育豚等は小豚期に1回と、定期的かつ的確なタイミングでの接種が必要であり、免疫効果の確認も半年ごとに求められています。一方で、家畜防疫員の数は限られておりまして、国のアンケートによれば24都府県のうち10の団体が確保できていません。背景として、家畜防疫員になるには公務員としての任命が必要となりますが、所属団体の兼業禁止、勤務先への休暇申請などがハードルとなっており、担い手が不足している状況です。こうしたことから、現在のこの家畜防疫員限定によるワクチン接種を改め、民間獣医師による接種を可能とし、適切なタイミングで免疫付与することができるような体制にする必要があると考えます。
そうした体制を各都府県において整備されるよう、国として予算的手当も含めて責任を持って対応すべきと考えますが、いかがでしょうか。荒井消費安全局長。はい、豚熱のワクチン接種につきましては、ワクチンの用法用量では1ヶ月から2ヶ月の間での接種を推奨しているところでございます。しかしながら、塩糖へのワクチン接種を開始した昨年10月以降、専門家の方々に塩糖へのワクチンの接種時の日例と、それから免疫付与率の関係について解析をしていただきました。委員ご指摘のとおり、まさに適切な時に打つということが防衛 の大変重要でございますけれども、そういう観点から専門家からのご指摘としては、50日から60日例での接種が望ましいという結論を得たところでございます。でこれが8月31日でございます。これを踏まえまして、ワクチン接種のために農場へ循環する頻度を従来の月1回から月3回程度に高めるということが必要になってまいりました。このような状況も踏まえまして、私どもも確実かつ継続的なワクチン接種体制を構築していかなければならないと考えているところでございます。このため、初回接種を除く豚熱のワクチン接種につきましては、令和2年の中に防疫指針を改正をいたしまして、面的かつ確実な接種が行われるということ、それからワクチンの横流しができないような厳格な管理が行われるということを前提といたしまして、都道府県職員である家畜防疫に加えまして、都道府県知事の管理のもとに置かれる一定の要件を満たした民間の獣医師が実施するということで、制度を改めたいというふうに考えているところでございます。これにつきましては、予算的手当も含めまして、確保してまいりたいと考えております。高橋光雄さん、ありがとうございます。まあ、今そうした本当に今現状を踏まえるとですね、体制強化というものが必要であり、民間獣医師の皆様のお力も借りないといけないわけでございますので、しっかりと国としてそうした体制を組んでいただくようにお願いいたします。最後にワクチン接種の手数料についてお伺いします。まあ、かつてワクチン接種は国が全国的に管理制御する形で実施されていました。まあ、しかしながら地方分権の流れで都道府県の自治事務とされました。まあ、その結果、配布資料 にございますように、ほぼ同一のワクチンを、まあ、接種する際の1回あたりの手数料、これが大きく都府県間で格差が生じております。これ0円からですね、350円まで、これは極めて大きな差があるところでございます。これ1棟あたりでございます。この点、国は各都府県の条例で定められているので是正できないとしていますが、このままでは安定的な豚熱対策を推進することは難しくなると言わざるを得ません。国として各都府県任せにするのではなくて、生産者の側に立ち、現場に寄り添った改善を図るべきではないでしょうか。少なくとも都府県別料金の公表のみならず、比較検証を行い、特に価格が高い県におきましては、是正に向けた技術的助言を国が行うなどして、横断的な取り組みを行うべきと考えますが、いかがでしょうか。荒井局長。まず、豚熱のワクチンに対します国および地方公共団体のそれぞれ助成についてご説明させていただこうと思います。家畜防疫が行う豚熱のワクチンの接種費用につきましては、都道府県が負担をするワクチンや資材の購入費の半額、家畜防疫の旅費の全額を国が家畜伝染病予防費も法定で補助をしております。その残り、都道府県の負担分につきましては5分の4について特別交付税を措置をしているということでございます。残りのにつきまして、各都道府県がそれぞれの実情に応じまして、生産者が受益者負担ということで手数料を承知している、を徴収しているという制度になっているところでございます。かつて、豚にするワクチンを打っていた時もこの制度自体は同じでございまして、各県の条例に基づいて手数料を徴収していたということでございます。今回の豚熱の接種につきましても、各県におきまして都道府県議会の議決を経てそれぞれ手数料条例が制定されているということでございますので、国が一律にですね、どの程度の価格が適切かということを申し上げるのは、なかなか適当ではないというふうに考えているところでございます。まあ、しかしながら、国が一定の補助を入れているということ、それから生産者の方々からも都道府県ごとの手数料に差があるのはなぜかというご指摘がありましたので、当初で手数料を調査いたしまして、委員配布していただいてきました資料をホームページにまずは情報の透明化を図ったところでございます。都道府県によりましては、すでに手数料の積算の根拠につきまして、生産者の方、農家の方に説明しているという事例もございます。農水省としては、その他の都府県におきましても、生産者にしっかりとですね、根拠が説明されるように助言してまいりたいと考えております。
高橋光雄さん。ありがとうございます。確かに都府県でやっていただいている、これが原則なわけでございますが、やはり、その生産者の側に立った、まさに、これからまた改善というものが必要になってくるというふうに思われますので、その説明責任を果たしてもらうことについても、国としてしっかり、その都道府県の対応を求めていく、技術的助言をしていく、これをしっかりやっていただくことをお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。